7月の14日です。現在ですね、目立ってちょっと変化のあるものだけご紹介します。アキラさんのですね、小さい芽がですね、どんどん出てきてます。ここにあります。小さい芽が育ってきてます。あとここですね、これとこれ、小さい芽が育ってきてます。次々と中出てくります。それとコルツネさん、この間お話ししましたけども、ほら結構伸びましたね、角のようなのが。今からあの葉っぱが出てくるのかなと思います。それとテーブルヤシさん、このピーンとしてこんな感じで出てくるんですけども、次はこんな感じで少しずつこう分かれてくる、なんか少しずつこう分かれて、でしまいにこういうふうに広がる、なんかこんな感じで出てくるんですね。今部屋の中でちょっと主だった変わったものはこんな感じです。クレマスさん、クレマスさんはですね、あれからまた始めました。下の方で、2つ、これはこの間咲いてた、これはもう終わりですね。もうこれあのかあの取らないとダメですね。それとですね、この間お話した通り、ここで、切り戻ししまして、芽が出てます。もう伸びてきてます。これこのままぐんぐん多分いくと思いますね。こんな感じで出ております。こっちの方のやつも切り戻しここでしてますけど、これの方も出てきてます。あともう一本はここですね、これです。ここで切り戻します。まあ、このまままたずっと伸びていくんではないかと思います。あの時はね、切るかどうか分かりませんでしたけど、こうなってみるとやはり切るって形になるみたいですね。切り戻しするような形です。こちらのバラちゃん、2回目の花、ほら徐々に2回目の花、今年2回目です、咲いてきました。なんかこれ赤だね、ピンクだと思ったらこれ赤ですね。妻の刺し木したやつが赤とピンクのやつを刺したんですね。この赤は何を刺したのかな、これひょっとしてパパメイヤンでないよね、わかりませんけども、こんな感じです。うどん病がですね、結構しんどいですね、はい、こんな感じで。 あともう一つ、最近変わったところではですね、やはりこれ芽が少しずつ出てきてるのがあります。赤ちゃんの芽が少しずつ出てきてるような、そういった感じです。以上、今日の変わったところではこんな感じでしょうかね。もうこれも間もなくもう開きますね。開き始めました。こんな感じで綺麗に育ってます。ドルチェビータさんもね、もう咲き始まりましたね、花が開き始まりました。綺麗です。こんな感じで、ミニバラちゃんのですね、赤で中心がオレンジ、の、バラもですね、つぼみがもう大きくなってまして、こんな感じですね。もう結構大きくなってまして、あ、ピントが合ってないか、合ってなさいね、こんな感じです。はい、あ、合いましたね、ピントが合いました。中が中心がですね、オレンジの、香りのすごいいいバラなんですけども、
こちらの方もつぼみが結構もう大きくなりまして、まもなく、咲き始めると思います。まあ、こちらの方にもありますね。つぼみ出てます。いいですね。と先日またちょっと増やしました。カルフォルニアローズ、さんですね。カルフォルニアローズさん、こちらの方もですね、やっぱり大きい鉢にポッと植えるとなんか勢いがグッと増すっていうのはそんな感じですね。小さいポットだったんですけども、大きいのに、まあ、ちょっとまあ、汚いですけども、大きいのに変えましたらなんかいきなしバッとこう広がるっていうかね、なんかそういった勢いがこうつくというか、なんかそんな感じですね。と変わったところでは、ペチュニアさん、なんかもうすくすくもう大きくなってますね。もう全然違うね、勢いがね。もうぐん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 、なんか大きくなってます。刺し目はですね、そうですね、95% ぐらいの確率良くなってます。っていうのも、これちょっといまいち、ね、この真ん中にあるのちょっといまいち元気がないですよね。でもここではあと元気のないのがないんですよね。あとここ最初に刺し目しました。ここでもこのここにあるのがちょっと元気ないですよね。あとは全て同じように元気で、やはり 95% ぐらいの確率で刺し目成功ですね、はい、こんな感じです。ペチュニアのブラックなんかあまり数的に多くないようなことを言ってましたんで、ペチュニアブラック楽しみですね。欲しい方に分けてあげたいみたいな気持ちです。増やすっていうのは楽しいですよね。